My baby is always late. A day early to the party, but that's okay. She's on my bed playing video games. I'm watching her over my shoulder, still lying here wide awake. Yep. とりか、今からマグロをさばきます。りゅうちゃんとダンちゃんが利島っていう伊豆大島の先の新島の手前かな、利島っていうところに釣りに初めての遠征に行ってました。そんでキハダマグロとカツオが釣れたそうで、うちに届きました。わー、デブッチョのカツオ重い、キハダマグロは17キロだったそうです。こんなでっかいのさばいたことないよ。不安、そもそもできるのか。ザラザラが上ね、ザラザラが下で落ちた。まずは、受ける。すごい立派。顔は右、皮が分厚くて入んないんだけど、包丁マジ全然。せーちゃん、ここが落とせなくて、腹と背は繋がったんだけど、でっか。こう落としてるじゃん。ここから行っていい？うん。ここはここまで。うん、そう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 。かっこいい。なんかもう中骨貫通しちゃってる。わ。全然下通んなかった。もうセーフ。これキハダ無理だな多分。ね。うわ、気をつけろそれで。あ、ぽい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 。これ絶対一人でやったら心折れてた、うん、はい、たらいいじゃない。あ、やっとさばいてる気分になってきた。なんかそっぽい、はい、だだんだんだだん、だいたい10キロぐらいでしょ。もう大トロだ。見ちゃった？大トロだ、やば。よし。ちょっとこれ以上でかいやつを釣る気ならマジでいい包丁買わなきゃダメだ。汗めっちゃかいてる。もっとでけえの釣ってくるから頑張れよ。無理だよ、もっといい包丁と。いいまな板買ってくんないと。とりあえずこれで。これ焼けばいいよこのまま。あ、いいね。うん、それは焼きにしよう。うん、こんなぶっとに焼くの。焼けねえわ。でもさ、別に生でも食べれるもんだから叩きでいいじゃん。あ、そうだね。うん、そうだね。それでいこう。ゲーン、これは下よ。やっとか。達成感。2時間ぐらいやってんだ。無理、腰痛い、ずっと中腰で。でも本当超綺麗、キラ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 し。完成。見えるこのキラキラ具合。すごいね。そう食いたい。あ、ガツも食べようか。疲れた。セレン。マグロとカツオの作りの完成です。あ、大葉とかあったのに。頑張りました。賞味2時間ぐらいかな。編集大変だ。ちょっといいわさび買っちゃった。うん、大事。円ぐらい。え、こっちカツオ、こっちはマグロからいく。カツオうまっ。やばい。いただきます。全然臭くない。うん、マグロも美味しい。うん、これ、うん、もっとキンキンに冷やしたら
うん、カツオはうまいわ。めっちゃ美味しい。焼いたりとかした方がいいかもね。うん、軽く焼きで食うみたいな方が逆にうまいかも。いろいろなんか照り焼きとかさ、うん、ちょっと濃いめの味付けで、うん、煮物もいいかもね。皆さん見てくれてありがとうございます。バイバイ。ゆる今日はですね、かなさんとゆかりさんが遊びに来てくれます。ね、マグロパーティーです。This morning, the last thing I thought I'd be thinking about. でもやっぱりね、キハダマグロだからちょっと濃厚さにかけた昨日味見したら、うん、利島っていう伊豆大島の奥のさ、なんて言うんだろう、新島の手前、もう向こうの利島にジェット船で泊まりで行って、で向こうの船宿にお世話になるって感じ。いらっしゃーい。めっちゃ素敵。全然いい感じじゃん。すごい。マリン、あ、マリンもうできるよ。すごい。うわー、いい感じだね。味わかんない。私ちょっと濃いめにしないと自分は分かんないからさ、ちょっとあんまりいきなり濃くするのをやめておくね。味覚薄くなっちゃったの？なった。すごい量。ネギマグロ鍋初めて食べる。嬉しい。イエーイ。マイちゃんの何？いただこう。すごい最高。今すごい最高。ギャルだった？マリン。でもなんか昔ギャル。マリン多いと思う、なんかそのじゃーん、かなさんにハッピーバースデー。すごい、食べながらハッピーバースデー。何って感じ。マリン、私も行きたいから。あ、そっか。マリン、ありがとねー。ありがとう、ありがとう。バタバタ気をつけてね。うん、ありがとう。小分けに抱えて帰ります。気をつけてね、運転。ありがとう、ごちそうさまでした。おやすみなさい。よー、週末を。いい音。ありがとうございます。